はいはい、どうも皆さんこんにちは、キャベツです。皆さん、三度の飯よりオープンワールドが好きですよね。でも今後、今年発売されるオープンワールドゲーム、どんなのがあるのかっていうの把握してないでしょ。だから私がまとめました。とりあえずこの動画を見たら皆さんがね、欲しいこれってなる作品いっぱいあるはずです。ということで今回はですね、今年2024年に発売される予定のオープンワールドの超期待作を20本もご紹介します。今予約できるゲームに関しては概要欄にリンクも貼っ付けてあるので、気になった方ね、そちらも参照ください。すごいゲームめちゃくちゃあるんで退屈しないと思います。ぜひ最後までお付き合いください。では行こう。恐竜をはじめとする古代生物が住む島を舞台としたサバイバルオープンワールドゲーム。前作アークがリリースされたのは2017年で、発売以降絶大な人気を誇るシリーズになっております。前作の人気っぷりから大いに期待されている続編ですが、かれこれ相次ぐ発売日の延期やロードマップの内容がやたらと多かったり、前作アークと抱き合わせのバンドルが発売されたり、まあいろいろとねありまして炎上もしております。まあ発売の延期に関して言うと、もっとは2022年発売予定だったんですが、そこから2回延期して2024年後半に発売されることが発表されております。なぜここまで延期を重ねたのかというと、まあいろいろあるみたいですが、大きな理由としてはアンリアルエンジン4から5へ移行したことが大きな要因だと言われています。そんな本作、恐竜と人間が覇権を争う原始時代で、伝説のヒーローたちと手を組み闇の勢力に立ち向かう物語が描かれております。多彩なクラフト、建築要素に加えて古代生物やモンスターをテイムして仲間にしつつ育成して共闘できることが特徴。そして本作にはメインストーリーも用意されており、父サンディアゴとしてあのワイスピ俳優のビンディーゼルを主演とし、その娘のミーカを主人公が守ろうとしながら冒険を体験することになるようです。多種多様なイベントがこの世界では常に発生し続けているようで、その世界を移動する手段としてテイムした恐竜を用いることをはじめ、アサシンクリードなどから着想されたパルクール、ゼルダのようなクライミングなどなど、平面だけではなく立体的に移動することが可能になった模様。そして戦闘システムは前作から大きく変更され、ソウルライク的な難易度に設定されているようです。回避やブロック、弱攻撃と強攻撃、コンボなどプレイヤースキルを重視した内容になっております。また前作では恐竜に攻撃すると少々奇妙な挙動が入っていましたが、今作ではちゃんと物理計算を利用してリアルな表現になっています。そして本作はクロスプラットフォームで PC で開発されたモッドをコンソールから直接ダウンロードできるようになるとのことでね、非常に楽しそうですよね。モッドでは設計図、スタック関連、マップなどが対象というような感じで、発売前からマイナスな情報は多いですが、発売されたらどうせ売れるでしょう。しかし前作でも多く指摘されていたバグや最適化不足は今回も引き継いでいそうなので、リリースまでにどれだけ減らせるか期待したいところです。ニケなどの決議を世に送り出してきた韓国のシフトアップが送る美人の女の子がお尻をプリプリしながら戦えば絶対売れるであろうという魂胆がむき出しのポリコレガンムシフルパワー新作ゲーム。そのケツに魅了されてしまったのか、昨年ついにソニーインタラクティブエンターテインメントが開発元のシフトアップにパートナーシップを申し込み、めでたくセカンドパーティーに加入。やっぱりケツは世界を救うんやなって思いましたよね。本作発表以降何度も延期している理由としては、当初はプレイステーション4の開発であったものの、プレイステーション5も視野に入れグラフィックとゲームのクオリティを高めるために延期されたということです。そしてストーリーとしては、滅亡した地球を取り戻すため主人公イブが未知の侵略者ネイティブに立ち向かうといった内容で、ニーアオートマタやゴッドオブウォーなどに影響を受けたとも公表されているため、映像の限り様々なゲームの面影が見えてきます。開発が韓国ということもあり、世界観は分かってもストーリーがどのようになるのかは分かりませんが、可愛いキャラがやたらと出てくるのでもうストーリーはどうでもいいです。ケツとおっぱいが見れたら100億点満点。まあゲームとしてはおおよそソウルライクな作品になるのではないかなと思っています。ソニーインタラクティブエンターテインメントの仲間入りによって HH がナーフされていないかが心配にはなりますが、クオリティが水準以上になることが担保されたようなものなので非常に期待です。これはね、いろんな意味で面白い作品ですね。中国の開発会社が手掛けるオープンワールドアクション RPG で2022年に発表されたんですけど、主人公のビジュアルがですね、完全にファイナルファンタジー15のやっぱつれーは王子なんですよ。それもそのはずね、もともとね、ファイナルファンタジー15から影響を受けて制作が開始されたっていう風に公言されているので、主人公のデザインからアクションシーンまでもがファイナルファンタジー15の印象を受けます。また他にもダッシュモーションやら靴の色、エフェクトに至るまで15を彷彿とさせます。さすがは中国と言いたいところですけど、最近は国内でもパルワールドとかいうオマージュ祭りの作品も出てきてますから、さすが中国とは一概に言えなくなってます。そしてそんな本作、元は中国のインディー開発者が個人プロジェクトとしてスタートされていました。2016年に発表されたトレーラーの段階でかなりのクオリティ、フリーランスで2年間没頭してこれを作ってたっていうからね、もう驚きでしかないですよね。しかしその後金銭的に問題が生じるため、本職の片手まで
開発しようとしていたところですね、これまたソニーインタラクティブエンターテインメントが販売元として務めることが発表され、本格的な支援を受けることになりました。ゲーム開発ドリームですよね。これは15をオマージュしているとは言ってもアクションのそれは全く異なりますし、かなり面白そう。どっちかっていうとまあデビルメイクライっぽいですよね。まあそんな本作、剣と超能力が共存するファンタジー世界が舞台でして、10年前に終結した戦争によって荒廃した状態にあり、未知のモンスターが世界に出現。主人公はとあるモンスターと出会ったことで謎のクリスタルを求めて共に冒険することになるという感じで、ストーリーまでもがファイナルファンタジーリスペクト。もうここまで来たら幼馴染の許嫁が死んで側近は失明して、最後にやっぱつれえは言わないとダメですよね。どこまで15をリスペクトしているのかが気になります。そして戦闘面はかなりスタイリッシュで、システム面は映像で確認できる範囲になりますが、オープンワールドで世界が描かれているだけあって、かなり広いフィールドで縦横無尽に飛び交いながら戦う様子が描かれております。主人公はやっぱつれえは王子のように装備する剣を切り替えつつ、一気に間合いを詰めたり切り上げて叩きようとしたり、装備する剣によって様々な立ち回りが可能なようです。いやこれめちゃくちゃ完成度高いっすね。少数でよくこれほどのゲームを作れますね。そしてフィールドはオープンワールドで描かれているものの、多彩なギミック、カットシーンが用意されており、だだっ広いフィールドがそこにあるわけではなさそう。グラフィックもさることながら美麗、アクションもいい、ストーリーがどうなるのかわかりませんが、まあ、これだけクオリティ高いゲームなんで期待はできそうですね。ソニーインタラクティブエンターテインメントのバックに控えているので、一定以上のクオリティは担保されているようなもの、非常に期待です。グレートエイプゲームズが開発するシングルプレイの一人称視点恐竜サバイバルホラー。主人公は意欲的な調査報道記者で、大自然の中に放棄された日本の研究施設の調査に乗り出すことになりますが、そこで主人公が目の当たりにするのは恐竜。プレイヤーは恐竜たちから逃げ回りながら、無線通信から聞こえてくる謎の声を頼りに施設の真相を解き明かしていくことになりますが、本作では登場する恐竜を倒すことはできないため、基本は逃げるか、あるいは拾ったアイテムを使って罠を作成し、追跡不能にさせたり怯えさせたりすることで時間を稼ぐことが可能になっています。また本作はムービーシーンも多数用意されていたり、アドベンチャー要素も存在しているということなので、満足感が非常に高そうです。また恐竜それぞれは AI が制御しているということなので、結構前に出会った恐竜なんかがプレイヤーの行動を覚えていたりするらしいです。恐竜は存在自体がホラーですし、この手の恐竜ゲームは需要高いのでめちゃくちゃ売れそうですよね。現在の想定では本作のボリュームは10時間ほどとのことですが、サバイバル要素がどれだけ実装されるかによっては永遠に遊べるゲームになるかもしれません。はい、恐竜の流れで本作も紹介しましょう。2021年のフューチャーゲームズショーにて発表された恐竜をテーマにしたサバイバルホラーアクションアドベンチャー、カプコンによる恐竜サバイバルホラーディノクライシスの精神的続編であることが明かされています。発表されている映像内では、暗い施設を女性が注意深く歩いていくところから始まり、気がつけば恐竜が彼女に近づいてくるという、まあ確かにディノクライシスを彷彿とさせる導入。また次のシーンには崖を登るプレイヤー、森林にトリケラトプス、そして広大な高原を走る主人公のシーンが描かれており、この世界がオープンワールドで形成されているということが伺えます。たびたび登場する恐竜の動きはかなりリアルに表現されている分、プレイヤーキャラのプロトタイプ感が凄まじいですが、一部のカットシーンではかなりリアルな描写で描かれたキャラクターが登場しています。こういったシーンから見るに、大筋にはストーリーが用意されているのかもしれません。その実、公式ページにストーリー内容がある程度記載されていたので紹介します。はい、ストーリーとしてはユカタン半島に隠された広大で生き生きとした世界、生きた恐竜が生息し、隠された文明の人々によって保護されているリフトの谷を探索。リフトとの神秘的なつながりを持つ冒険好きな生態学者であるイザベルは、原始の危険と信じられないほどの美しさに満ちたこの奇妙な新世界に放り込まれていることに気づきます。そこでは絶滅した恐竜が人類と並んで歩いています。危険な環境をナビゲートし、難しいパズルを解き、危険な歴史に満ちた世界で生き残るために戦ってくださいという感じで、謎解きをしながら恐竜から逃げつつ時に戦うという感じなんでしょう。開発元が2021年に設立された新規の会社であることから開発が難航していそうですが、この映像クオリティレベルでゲームも完成されていればかなり売れそう。プラットフォームもマルチに展開するようなので、発売後は配信者界隈でも盛り上がりそうですよね。非常に期待です。忍者ガイデンやニオ、直近ではウォーロンなどを手掛けた光栄テクモの社内チーム、チーム忍者が手掛ける完全新作タイル、ライズオブザローニン。ジャンルはオープンワールドアクション RPG で、舞台となるのは幕末。1860
63年の日本、徳川幕府と倒幕派の戦いが加熱する時代、西洋の文化が入ってきており価値観が変わりゆく時代に、主人公はとある浪人として冒険することになります。この時代は歴史が最も劇的に動いていた時代とも言える時期ですが、本作は物語上での選択肢が多数用意されているということなので、我々が知る歴史とは異なる世界観で物語が展開していく可能性があります。現在公式から登場する勢力も公開されていて、例えば徳川幕府を支持する砂漠派の井伊直輔や村山隆、徳川幕府を倒そうと画策する倒幕派の坂本龍馬、桂小五郎、日本を開国させようとする欧米のマシュー・ペリー、ラザフォード・オールコックが作中にも登場するとのことで、まあある程度史実通りに進んでいきそうですね。まあその辺実際プレイしてみないと分かんないですね。そんな世界はオープンワールドで描かれており、移動手段として確認できているのは徒歩、馬、そして世界観的に若干違和感を感じるグライダー的なものも確認できております。これを駆使して空中から奇襲するという手段も取れそうですね。また戦闘では刀、槍などの従来の近接攻撃はもちろんのこと、この時代にはピストルなども海外から流れてきているので使用可能。サムライゲーといえば大抵は近接で血なまぐさい戦闘を繰り広げるのが常でしたが、本作ではそもそものアクションがかなりスタイリッシュで、飛んだり一気に間合いを詰めたりと、まるでプラチナゲームスが開発したかのようなスタイリッシュアクションになっており、非常に面白そう。ただし二王やウォーロンという高難易度ゲームの後の作品なので、本作も難易度が高めになりそうな予感がします。というような感じでようやく発売を迎えるライズオブザ・ローニン、和製オープンワールドは数少ないため期待大です。本作はファンタジー世界を舞台にしたオープンワールド型サバイバルアクションで、今回のリリースは正式リリースではなく早期アクセスです。こちら発表されてからかなり注目されている作品で、現時点で YouTube の再生数は800万回を超えています。ビクトリア朝をベースにしたファンタジー世界を舞台に、ポータルを復元しながら様々な環境で拠点や農場を作り、武器や道具を生産、時に戦闘や探索を行う作品になっています。ポータルネットワークの崩壊により、美しくも危険な世界に取り残されてしまった熟練レルムウォーカーであるプレイヤーは、人類最後の砦である魔法の町ナイチンゲールへの道を見つけるための冒険に挑むことになります。ゲームが始まればサバイバルゲーらしく何も持っていない状況からスタート。近くにある木や石から素材を採取して初期装備を揃えつつ、サバイバルゲージである体力、スタミナを管理しながら生き延びることになります。探索と戦闘、クラフトがいいバランスで両立されている作品で、例えばある場所に巨大な敵がいる場合、背後から足を作って上から射撃するという立ち回りも可能、クラフトによって様々な遊び方を追求できそうです。また移動手段としては初期状態では徒歩のみですが、次第に気球、飛行船なども用意されており、特殊なアイテムとして傘などもクラフトすれば高所からゆっくり加工したりもできるらしい。また探索時に入手可能なレルムカードと呼ばれるアイテムを入手すれば、それを使用して新しい世界へと移動することが可能。使用するカードによって世界の性質が変化するという独特なシステムが導入されており、非常にオリジナリティに溢れている作品です。敵の種類もかなり豊富で独特なデザインをしているので、探索しているだけで楽しそう。ソロプレイ、マルチプレイ両方に対応しているので、友人とのマルチプレイも白熱しそうです。バグや最適化不足がなければ一気に人気になる可能性を秘めている作品なので、ぜひ皆さんチェックしてみてください。この作品を開発するのはまさかの個人クリエイター。そしてこのゲーム映像を見た時に気づいた方もいらっしゃるかもしれません。本作はドラッグオンドラグーンやニーヤシリーズなどにインスピレーションを受けた作品となっており、作中ではニーヤと同じく白髪アンドロイドが主人公として登場したり、東京も舞台として登場する予定です。ゲームジャンルはアクション RPG ですが、ソーシャルライフシミュレーターという一面も用意されているとのこと。物語としてはアンドロイドであるアイコがかつての友人であるゴッドに立ち向かうストーリーが展開。探索パートではオープンワールドで広がる世界を徒歩、バイク、あるいは自分自身の翼で空を飛んで移動することが可能。マシには毎回振る舞いが異なる数百人の NPC が用意されており、訪れるたびにプレイヤーに毎度異なる印象を与えるように設計されているらしいです。またライフシミュレーターとしての要素としては、キャラクターの服や髪型をカスタマイズしたり、家を飾ったり、料理をしたり、釣りをしたりと、動物の森みたいな感じでいろいろできるらしいです。そして戦闘パートでは主人公は銃、剣、弾の3つのモードに切り替えられる万能武器を所持しており、それを利用して巨大生物や敵の大群と対峙。戦闘の立ち回りなどは分かりませんが、主人公の動きがかなり派手というか、やっぱりニーヤオートマタなんかに影響を受けていると感じるモーションになっています。結構スピーディーな戦闘になりそうですね。というような感じで、公開されている映像を見る限りでも世界はかなり広そうなので、探索するだけでも楽しそう。このクオリティで個人開発ってのが信じられないですよね。先日今作がマスターアップしたっていう情報も流れてきてたので、もうじき発売されるんじゃないのかなと思います。
副題だけ見ればクソゲー感がやばいドラゴンエイジの新作がついにやってきます。でも安心してください。このゲームはクソゲーではございません。本作はバイオエアからリリースされるドラゴンエイジシリーズの最新作。2019年にリリースされた世紀のがっかりゲーアンセムによって大量レイオフ、会社のイメージ低下が起こり、今作も開発が難航していたようですが、ようやく発売されます。ドラゴンエイジシリーズはこれまでにオリジンズ、ドラゴンエイジ2、インクイジョンが発売されており、3作品目に関しては TCA 2014年のゲームオブザイヤーに選ばれるなど高い評価を受けている作品です。前作インクイジョンから約10年、新作が出なかったことでファンの間からもう続編は作られないのではないかと思われていましたが、2022年に正式発表され、昨年ついに Steam ストアページも公開、今年の夏に情報が公開されるということなので、おそらくね年末頃に発売されると踏んで今回紹介します。そんな最新作では険しい荒野、危険な迷宮、きらびやかな街の数々に彩られたセダス大陸で激しい戦闘や秘められし魔法が体験できるようです。セダスはかつてない新たなリーダーを必要としており、来たるべき嵐に立ち向かう勇敢な仲間たちを集めていくことになります。というような感じでね、これ以上の情報は出回ってないのでおおよそ予想の範囲になりますが、シリーズを通して進化する RPG 要素は大きく変更されてないんじゃないのかなと思います。インクイジョンでは主人公を含め数人でパーティーを組み、フィールドやダンジョンを移動中に敵と出会うとそのままバトルになりました。 RPG とはいえど戦闘はほぼアクションで直感的に操作が可能。インクイジョンからは様々なアクションゲームがリリースされており、アクションの質も上がってきているので、最新作ではより爽快なアクションが期待できそう。グラフィックもアンリアルエンジン5を採用したことで非常に美麗に表現され、前作よりもより没入感を与えてくれそうです。ただ残念なことに前作同様日本語の吹き替えは未対応っぽいので注意ですね。はい、ということでドラゴンエイジ最新作、またゲームオブザイヤーを取れるのか非常に期待したいところです。お次は2020年に初めて映像が公開された際に、その美しすぎる映像に世界で話題になった作品でございます。開発は中国大手のテンセントゲームスタジオで勤務していた7人が起業して初めて作った作品。開発当初はアンリアルエンジン4を使用して開発を進めていたようですが、プレイステーション5や他次世代機器が発売されるにあたってアンリアルエンジン5に移行し、さらなる映像美を実現。ストーリーとしては最有機に登場する孫悟空をリアルに描き、中国で一般的に語られている孫悟空は本当は旅の途中で死んだなどといった都市伝説的な話をベースに、本当の孫悟空に何が起こっていたのか、こちらを紐解いていく内容になっているようです。とは言っても世界観はかなりダークに仕上がっており、戦闘パートの仕様も相まって最有機版のダークソウルみたいな感じですね。はい、そんな戦闘パートで主人公は3種類の姿勢、打撃の構え、柱の構え、突きの構えを選択できます。構えによって攻撃方法が変化するようです。最近のソウルライクではよく使われるシステムですよね。赤狼仁王とかね、なんかその辺でよく使ってたようなイメージです。また基本の姿勢の他には呪文も用意されており、敵の動きを止めたり、石に変形させたり、火炎を出したり、分身させたりと多岐にわたります。敵の種類もかなり豊富で、動物をモチーフにした敵もいれば骸骨、他にも名前わかりませんけど異形の化け物も登場。これらの敵はオープンワールドの世界で遭遇することになり、その道中ではサブクエストの受注や探索が可能。テーマの時代背景を生かしつつ、インディー会社でもあるのにもかかわらずここまでのクオリティを生んでいるというのはもう脅威でしかありませんね。発表当初はどうせ発売されないでしょうと思ってたら、ちゃんと仕上げてきて発売されることになってて、私は結構ビビってます。ソウルライクゲームも最近クオリティ高くなってきて、ライズオブピーとかもねかなり売れたことですし、本作もめちゃくちゃ売れそうです。サイゲームズが送る渾身の一作、2016年に発表されてから足掛け8年という長期開発を乗り越えてのリリース。先日体験版も配信されてね、もうかなり好評の作品ですよね。各位私もプレイさせておりまして、それまでそこまでね興味なかったし、グラブル触ったことないからどうなんやろうと思いながらやってたら、めちゃくちゃおもろくて買うことを決めました。それくらいの完成度です。はい、そんな本作、元となっているグランブルーファンタジーのスマホゲー自体は2014年にリリースされておりまして、その人気に便乗してコンシューマーも出してやろうという意気込みだったんでしょうが、何回もね延期を重ねております。なぜこんなに期間が伸びてしまっているのかというと、開発体制の変更が行われたからですね。本作発表当時、名作アクションゲームをメインに送り出してきたプラチナゲームズとのタッグで開発されるアクション RPG ということでね発表されました。それゆえグラブルファンのみならず、アクションゲーマーも期待していた作品でしたが、2019年に突如開発体制の変更が行われ、プラチナゲームズとの契約が終了。その後サイゲームズだけで開発が進められ、2022年に発売を延期、その後クオリティアップのために2023年に延期と、そしてもうこのまま発売されないんじゃねと思ってたわけなんですが、ようやくリリースと。ここまで伸ばして伸ばして再三会うのか不安になりそうですが、もうここまで来たら発売するしかねえよな。そんな今作、舞台は伝説の地を目指す旅の道中でたどり着い
たというゼーガグランデ空域。主人公を含めた騎士団の仲間たちは謎のアビア教団や剣士イドなどと戦いながら空をめぐる新たな冒険を繰り広げていくストーリーが描かれ、ソロプレイをはじめマルチプレイにも対応。ストーリーに関しては私グラブル未経験ユーザーとして体験版プレイしましたけど、まあ体験版時点ではよくわかんないです。なぜかっていうと体験版ってね、あのゲーム冒頭からではなく特定のストーリーから始まってたからですね。なので製品版でプレイした時にどういう感想を抱くのかっていうのは結構楽しみ。そしてアクションとしては一時期プラチナゲームズが関わっているだけあって非常にスタイリッシュなアクションに仕上がっており、基礎となる通常攻撃、回避、防御のほか4つセットできる各キャラクター固有のアビリティが用意されています。キャラごとに操作感が異なるためキャラを切り替えて戦うことで常に新鮮味のあるアクションと臨機応変に対応するプレイヤースキルが重要になっている。戦闘の立ち回りとしては敵の攻撃を避けつつジャスト回避したら一定時間無敵にもなるので、その際に攻撃叩き込んだりスキルを発動しながら時たまリンクアタックというものを入れて奥義発動できるようになれば仲間と一緒に発動してチェインバーストにさせるみたいな感じです。はい、あの専門用語めちゃくちゃ多いんですけど、一般的なアクションゲームのシステムだと思っていただければいいかなと思います。敵のゲージを削ってブレイク状態になればまあそこに叩き込むと。そして本作のすごいところは一人一人のキャラの攻撃パターンモーションが本当にね全く違うんですよ。体験現場のストーリーパートでは主人公しか操作できませんでしたが、クエスト受注するモードでは10人近く用意されているキャラを全員使いましてね、それぞれスキルも違えばジャンプの高さだったり移動速度だったりもね、もう全然違うのよ。極端に誰かが強いとか弱いとかもないイメージでよく作ったなぁと、そしてよく調節したなぁとシンプルに感動しました。はい、まあこんな感じで開発に8年もかかったリリンク、延期を重ねまくった作品である以上売れてくれないと困りそうです。ゲームとしてはかなりクオリティが高いので売れてくれるといいですね。本作は2019年にタワーズというタイトルで公開されていた作品です。ブレスオブザワイルド、ワンダの巨像、風の谷のナウシカ、もののけ姫といった作品から影響を受けているということもあり、非常に独特な雰囲気を持っており、発表当時結構話題になりました。ジャンルはオープンワールドで、物語は神秘的な地域であるアガシャと呼ばれる土地で展開。プレイヤーはこの地に住む部族の一員として村を築き上げる使命を持っており、自然環境を保護しながらアガシャの発展を促進させていくといった内容です。探索パートではやれることが非常に多彩で、陸上だけではなくパラグライダーのような飛行ツールを使って空中を滑空したり水中に潜り込んだりと、この辺からはゼルダのインスピレーションをめちゃくちゃ感じますね。またワンダを思わせるように巨大な生物の背に乗って移動するなどなど、映像を見るだけでも様々なゲームの要素が散りばめられています。プロトタイプの段階で世界観やゲーム性ががっつり作り込まれていることが分かっていただけに、発表当初は反響も良く非常に期待されているゲーム。ディズニーでデザイナーを務めていた人物も加わり、現在少数ながらも正義開発中とのことなので、今後の動向が非常に気になる作品です。ロシアのゲーム開発会社 The GFA Games が開発する基本無料の MMORPG ストーカーや Escape from Tarkov にインスパイアされた野心作で、青い潮汐と呼ばれる謎の力に侵食されつつあるロシアの島々で異なる勢力に分かれた冒険者たちが生き残るために冒険していくというストーリーが展開。青い潮汐によって発生した甲殻類や軟体生物のようなモンスターたちと戦う PVE をはじめ、他のプレイヤー勢力と戦う PVP モードが用意されており、50種類以上のミッションで構成されるソロキャンペーンや仲間たちと徒党を組んで他プレイヤーと戦うアリーナモードなども用意されているようです。ゲーム内では5つのエリアで構成されており、セーフゾーンの村を中心にオープンワールドが広がっているという感じ。そのエリアで登場するのはモンスターをはじめ人間組織も存在。ロシアからの独立を狙う軍事組織ザ・ブリゲードや、ロシア政府のために秘密活動を行うザ・イニチアティブ、その上位組織となるトワイライト、カラスシンを進行するザ・レイヴェンカウト、企業に雇用されたガーディアンズ、無法者が集まるバンディッツ、そして地元の民兵組織であるソース、これらの総勢7つのグループが存在しており、プレイヤーはそれらの勢力に対して協力を仰ぐか、あるいは敵対するかを選択して生き延びることになります。ちなみにプレイヤーが所属できる勢力は2つまでで、所属した勢力によってエンディングが分岐する模様。また MMO ではあるものの、他ユーザーをキルできるエリアは限られているようなので、PVP が苦手な人もそのエリアを避けていればコツコツ楽しめそうですね。そして戦場で使用できる銃器は多岐にわたるカスタムが可能で、武器本体、それに付随するアタッチメントなどを自由に制作しつつ、敵を倒して特殊な能力を持つものを入手すればさらに強化が可能という感じで、結構ハクスラ要素もありそうですね。旧ソ連と謎の生き物アポカリプス世界ってやたらと相性いいですよね。今後も継続的に利用されていきそうなアイデアです。非常に期待。これまでに黒い砂漠をはじめ数々の美麗なビジュアルを持つゲームを作り続けてきたパールアビスの最新
新作紅の砂漠。韓国では最新ゲーム開発のエンジンとしてアンリアルエンジンやユニティを採用することが多い一方で、パールアビスは自社製のエンジンを開発し、紅の砂漠もそのエンジンを採用したこだわりの作品。当初2021年にリリース予定でしたが、2022年以降に開発延期。現在も発売日未定で開発中ですが、現在は2024年に発売すると言われており、しっかりとクオリティを上げてきています。本作は傭兵団とキャラクターを育成するゲームであり、一般的な RPG のキャラクターのように英雄の物語ではなく、傭兵団リーダーでますます大きくなる責任感と克服できない過去のトラウマで葛藤し、全てのキャラクターが各自の血と涙で描く叙事詩になっているらしく、まあ非常に濃厚なストーリー展開が期待されます。オープンワールドで繰り広げられる硬派かつスタイリッシュで血生臭いアクションが非常にいいですよね。これ最新の映像ではさらに美しさに磨きがかかった映像とダイナミックなアクションを見ることができます。元は MMO として開発されていただけに、世界の広さが際立つ一方、アクション面での多彩な動きに難易度の高さを若干感じます。戦闘の他には釣りだったり採集、その他様々な新規要素が登場。自社開発のエンジンを使うことで開発スピードを早め、ロイヤリティがない上に人件費にも合わせるという理想のゲーム開発スタイルを取っているということなので、開発延期によってクオリティが爆上げされていることを期待しております。映画デューン砂の惑星を題材にしたオープンワールドサバイバル MMO。 なんか最近 MMORPG 多くない？また流行りきてるんですかね。はい、デューンを知らない方にちょっと説明すると、アメリカの作家フランク・ハーバードによる SF 小説で、初版は1965年に発売されました。かなりね、歴史のある作品なんですね。実はスターウォーズと同じくらい有名で人気な作品だったんですが、スターウォーズよりも映画化が難しく、この令和においてようやく満足のいく映像化が可能になったということでね、2022年に初めて映画が公開されたんですね。そんなデューン原作としたアウェイキング、原作同様遠い未来において貴重な資源が眠る砂漠に広がる惑星アラキスを舞台に、プレイヤー好みにカスタマイズしたキャラクターを操作し、武具や乗り物を設計図ベースでクラフトして戦力を整え、ギルドの結成や拠点などを建設しながら数千人のプレイヤーの頂点を目指すゲームプレイが楽しめる模様。個人的な感想を言うと、このゲームは MMO よりシングルプレイでやりたかったなって思うんですけど、映画もねこれからまだ続いていくし、世界の広さ的にはまあ MMO がベストなんだろうね。はい、そして作中では原作同様水が命です。水を探し当て保水スーツを身につけて、水を節約する術を学ぶ必要があり、太陽光と砂嵐から逃れるための避難所をどこに作るのか、どう作るべきかもゲーム内で考えていかなければなりません。そして砂漠では歩くことに細心の注意を払わなくては、サンドワームが出てくるというですね、あの映画でも印象的だったシーンを体験できるようです。そしてゲームシステムとしては TPS で、一般的な装備から遠距離戦までの火器まで幅広く用意されています。帝国の学院が教える接近戦の技術やその他の能力を学べば、人類の限界を超えることもできるようです。まあこのように MMO ということもあって、様々な要素が内包されている作品で、まあ第2のエルダースクロールズオンラインみたいになれるかが期待されるところですね。近いうちにクローズベータテストも行われるようですが、秘密保持契約の下で行われるようなので、レビューなどは上がらないようです。気になるならプレイして確かめるということですね。かなり大規模に作られている本作、映画と同じスピード感でアップデートを重ねていきそうなので、映画と一緒に盛り上がっていきそうです。スカル&ボーンズ、 UBI が開発、さまざまなセクハラやパワハラ、リストラという空況を経てようやくリリースされることになったスカル&ボーンズ。本作は E3 2017の UBI プレカンファレンスで発表され、2018年にリリースされる予定でしたが、その後2019年に延期、そのまま2020年2021年2022年2023年、そして最後の延期発表して2024年の2月と、どんだけ延期すんねん。ザ・デイ・ビフォームびっくりの延期ラッシュですが、それでも本作は今なお世界で期待されまくっています。本作は無法地帯のインド洋で名を高め、最も悪名高い大海賊になり上がることが目的のシングルマルチ対応のゲーム。世界はオープンワールドという名のオープンシーで描かれ、同一サーバーに最大20人が接続可能。プレイヤーは海賊船の船長として、植民地や交易の民が住む豪華で未開の地であるカリブ海からインド洋までを航海。海での航海中は風の位置を利用して戦闘を有利に進めつつ、さまざまな船を収集することも可能。これらの船は MMO のように DPS、サポート、タンクというタイプに分かれており、マルチプレイ時にはそれぞれの特性を生かして戦況を考える必要も出てきます。船は自由にカスタマイズ可能で、素材とお金さえあればアイテムを制作し、船の上に様々なオブジェクトを配置。武器の種類も豊富で、大砲をはじめ火炎放射、バリスタなど多彩に用意されています。またペットも用意されていて、海賊らしくオウムを肩に乗せたりすることも可能。海賊芸としてのこだわりを感じます。ある程度の装備が固まれば出航。海上では三人称視点と一人称視点の切り替えが可能で、敵を見つければ大砲をぶちかまし、敵船体にロープを投げて乗り込んで、そのまま沈没させるか略奪するかはプレイヤー
次第。このように PVP を楽しむことがメインのコンテンツではありますが、本作の海には怪物も生息しており、 PVE 的要素も豊富です。収集やカスタマイズといったローグライク的な要素もあり、非常にボリューム満点の作品に仕上がっています。海賊ゲーとか船とかのゲームが好きならプレイして損はないと思います。 UBI とマッシブエンターテインメントがルーカスフィルムと手を組んで開発されているスターウォーズの新作、時系列的にはスターウォーズエピソード5帝国の逆襲とスターウォーズエピソード6ジェダイの帰還の間の物語が描かれ、主人公ケイビスは相棒のニックスと戦闘や盗みを働きながら裏社会を生き抜き、銀河帝国軍の脅威がはびこる銀河系で悪党としての成り上がりを目指すストーリーになっています。まず本作ね、特筆すべきはオープンワールドとしての広さです。本作は宇宙を行き来することはもちろん、様々な星にも行き来でき、それらすべてが完全シームレスに描かれ、惑星における探索可能エリアはすべて手作業で開発と、もうねすごいです。つまりこれは真のスターフィールドと言っても差し支えないクオリティのゲームです。まさにみんながやりたかった宇宙のゲームでしょう。ちなみに一つ一つの惑星の大きさとしては一つの小さなオープンワールドゲーム作品くらいにはなっているようで、かなり遊び応えがありそう。それらの惑星では移動手段として徒歩以外にスピーダー、バイクなども用意されており、バイクに乗りながら銃撃戦を繰り広げたりすることも可能ということでね、本当にいろいろとスターフィールドと比較してしまいたくなるような内容です。そして戦闘において言及すると、本作の主人公はジェダイではないのでフォースが使えない。そのためスターウォーズに登場するおなじみの武器などを活用して結構泥臭く戦うことになります。雰囲気としてはローグワン的な立ち位置の印象ですよね。いやもうその時点で神ゲー集がプンプンするし、映像を見る限りでもめちゃくちゃ面白そうよね。これ非常にクオリティの高さを感じる新作スターウォーズ、発売日は2024年内です。はい、ここで来ましたドラゴンズドグマ2でございます。大好きドグマ、ありがとうカプコン。今年は全員心臓奪われて世界救いに行こうぜと。もうねこのゲームハマったらやべえぞ、飛ぶぞ。はい、ではもうね、先にドグマを知らない人に軽く説明しましょう。ドラゴンズドグマはカプコンから2012年にプレイステーション3、Xbox 360向けに発売されたオープンワールドアクション RPG でございます。現在シリーズは初代ドグマとダークアリズン、そしてオンラインゲームとしてもリリースされておりますが、そちらは差し押しております。ジャンルはオープンワールドアクション RPG ということで、当時では珍しく国産のオープンワールドだったわけなんですけど、少々ね、オープンワールドとしての完成度は低かったのよ。しかしながら素晴らしいストーリー、オリジナリティ溢れるアクションなど、非常に評判のいい部分も多く、私含めて根強いファンを生み出しました。まさに待望の続編というわけですね。そして前作ストーリーでは主人公が漁師町でのんびり暮らしていたところに突然ドラゴンがやってきて心臓を取ってしまったので、それを取り返すという物語が描かれていました。では続編のドグマ2ではどうなっているのかというと、平行世界が描かれており、人間同士の物語が主体に進むようです。そしてドグマの面白さはストーリーだけではございません。そう、アクションにもあります。ドグマといえばストーリーよりアクションという人もいるくらいに、本作ドグマアクションの作り込みが素晴らしい。様々なアクションゲームの良さを踏襲していて、一個に凝縮したかのような濃厚さがございます。基本アクションはジョブごとに分けられたスキルで構築されていて、その他には敵にしがみついて攻撃したり、臨機応変に勝つ戦う環境を十分に活かして自分なりの戦い方を模索できる戦闘になっております。また続編ではモンスターにしがみつくことはもちろん、その上で立ち上がって攻撃できるというね、もうなんだこれ面白そうだな。また前作で用意されていたジョブとして、基本職にファイター、ストライダー、メイジ、上位にウォーリア、レンジャー、ソーサラ、混成強化としてアサシン、ミスティックナイト、マジックアーチャーと全9種類のジョブが用意されておりましたが、続編では魔剣士や幻術師というものが追加されておりまして、これまた非常にトリッキーで、かつテクニカルに立ち回ることが可能になっているんですね。まあ、まず魔剣士はデュアルブレードと呼ばれる武器を使って超刀のように振り回して使用するようで、右手で武器、左手で魔力を飛ばして攻撃と。なんでもデビルメイくらいのキャラクター担当の人が作成してるらしいんでね、もうこんもおもろそうやな。そして幻術師は特殊な道具で煙をいぶして戦う防衛型のジョブで、先日公開された幻術師のプレイ動画では攻撃不能なジョブではあるものの、煙で敵を惑わして崖から落としたり、巨大な竜を出して敵を翻弄させたりとね、非常に面白い立ち回りが可能になってるんですね。また今作でも主人公の他にポンという従者を3人引き連れることが可能。前作のポンはポンコツでしたが、ドグマ2のポンは AI 強化されております。プレイヤーの動きに応じて立ち回るのはもちろん、掛け合いや救助など戦闘のワイワイ感が強調されていてね、もうとにかく面白そう。早くやらせて。なあ、こんな感じでですね、程よく重みもあって、それでいてスピード感もあるといういいとこ取りのアクション部分はドグマでしか味わえないものになってるんです。続編ということもあって新規参入のハードルはありそうに思いますが、ストーリーが平行世界ということもあってね、もう全然これから始めても OK です。ただ一つの懸念としては、ライズオブザローリンとは同じ発売日なのよ。なんでそんなことしたんだよと言いたいんですけど、まあ期待のゲームを同日一気に入手できることはね、もう幸せでしかないんで、喜ぶことにしましょう。
XL ゲームズが送るアーケージの続編、2024年にサービス開始予定です。前作アーケージは2013年に日本でもサービスが開始されたゲームであり、特筆すべきはその自由度、狩りや PVP という MMORPG の醍醐味はもちろんのこと、工芸や農業、交易というシステムも充実しており、広大な世界で多彩なライフスタイルを確立することができたため非常に好評でした。サービス開始から約10年経過する現在でもプレイが可能で、今でも遜色ないグラフィックでゲームを楽しめます。そんなゲームを元に開発された続編は、前作よりも様々な要素がパワーアップ。まず特徴的なのがその美しすぎる映像、アンリアルエンジン5で開発されたハイクオリティのビジュアルで、アクション重視の内容になっているようです。また前作同様のオープンワールドはシームレスな設計であり、ストーリーも一本道ではない進行を採用し、プレイヤーの好きなタイミングでストーリーを楽しむことが可能。そして前作でも好評だった交易などは一人でも行うことが可能になったり、ハウジングのカスタマイズ箇所を増やすなど、前作よりもしっかりとパワーアップした内容で遊べるようです。戦闘も非常にクオリティが高く、ノンターゲティング方式で繰り広げられる戦闘はスピーディー。前作に比べると随分ゴリゴリのアクションになりましたよね。前作から移行しようとしているファンからするとかなり抵抗がありそうですが、この手のアクションゲームの方がユーザー層には最近受けいいですからね。ただこれだけゲーム性変わってんならタイトル名アーキエイジ引き継がなくてもよかったんじゃねと思っちゃいますけどね。はい、というような感じでアーキエイジ2、前作からの続投要素も多くありながら大幅に変化した作風になっております。現在対応機種は PC のみの発表となっておりますが、おそらくプレイステーション5とかにも対応するんじゃないかなと思います。サイレントヒルなどのゲームを手掛けてきたゲームディレクターが設立したスタジオが開発する新作ホラーゲーム、アジアを舞台にまるで寄生獣かのようなクリーチャーや完全な異形の存在と奇妙な力を操る人間との戦いが描かれるアクションです。クリーチャーは人間に擬態しており、人間たちの生活に溶け込むように息を潜めているという設定らしく、もう完全に寄生獣です。そして人間側が謎の力で武器を生み出しているというところを見た瞬間にゴーストワイヤー東京っぽいイメージも持ちますよね。まあいろいろ整理していくと、いろんなゲームやアニメ、漫画の要素を感じる本作。当初発表された映像はムービーだったので、どんな作品になるのか分かっていませんでしたが、新たな映像を公開しています。開発中の映像にはなりますが、戦闘シーンや犬を操作するシーンなどがあることが判明しました。戦闘シーンなどはね、ちょっと思ってた感じとは違いますよね。なんかかなりゴリゴリのアクションにはなってます。UI 関係もホラーゲームというよりはアクションゲームっぽい雰囲気なので、やはりゴーストワイヤー東京っぽいですね。現状開発段階としてはプレイアルファ段階とのことなので、これからシステムは変わるかもしれませんが、サイレントヒルなどとは違うアクションホラーになりそうです。はい、ということでいかがだったでしょうか。オープンワールド作品めちゃくちゃ多いですね。今回紹介した他のゲームでもね、いろんな期待のオープンワールドあるんですけれども、案外映像だけ発表してて内容わからへんみたいな、まあ映像から見たらオープンワールドなんやろうけどみたいなゲームもね結構多かったので、そういうの今回の紹介にちょっと漏れてしまっております。ご了承ください。まあ皆さん的に今年、発売されるオープンワールドのゲームの期待作あれば、ぜひコメント欄で教えていただけると幸いです。じゃあこの動画が良かったらチャンネル登録、グッドボタン、ツイッターなんかもやっておりますので登録お願いします。ではまた次の動画でお会いしましょう。キャベツでした。ほなまた。